南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮,蓮華経我れ深く何時らを親もあえて共満せずゆえんはいかん。 何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することを埋めしと南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経 えー、今日はですね、えー、ちょっと五章を最初読まないで、えー、仏教のですね、えー、この全体的なことをお話を申し上げたいというふうに思います、えー、本日はあ秋のお彼岸にあたりまして、えー、皆様方には 新人の真心を抱いて、日蓮大聖人の法を根本として、先祖個人の追善供養を願われ、えー非,常えー、非常事態宣言の出される中ですけれども、一緒にごん行を招待、承代、ご奨募をいただき、誠に尊く、ありがたく存ずる次第であります。 で、えー、本日はあお彼岸にあたって、えー、いつも皆さん方に、えー、お話をさせていただいている一切、えー、主張平等成仏ということについて、えー、お話を申し上げたいというふうに、えー、思います、えー、釈尊はあ釈家族の皇太子として、えー、生まれ 19歳の時に人間になぜ生老病死があるのかどうしたらこの苦しみから逃れることができるのかどうしてもそのことを知りたいというふうに考えて家出のように出家をします当時インドには修行によって超能力人通力を得て 悟りを開くというバラモンの宗教しかありませんから釈尊はバラモンの信仰の道に入って生老病死の答えを悟りたいというふうに願います釈尊はバラモンの悟りを得るためのこの重要な修行であるところの断食の修行をします日日に日に 痩せて心身ともに力が失われていく中で釈尊は考えますこうして悟りを得たとしても私一人の悟り私一人の人通力はたくさんの人々に私が得た力を私授けることのできるものではない私の得たものは私しか 救われないこんな命と引き換えにしてもし悟ることができなければ死んでしまい無駄死にとなる病気の人年老いた衰えた人々修行だけに時間を費やすことのできない家族子供が食べて生活するために必死で安い賃金で働かなければいけない人々は ここんななとはでできない修行であるそんなものが何になるんだろう一切の人々を救うことができない法を私は目指しているのではないというふうに考えて釈尊はバラモンの修行をやめてしまうのでありますそしてバラモンの修行をしていたときに考えた一切修行が平等に成仏できる 差別も区別もも区ない人間だけでなくすべての生命すべての生命がつながって支え支えられ合って生きているそして生きている時だけの命ではなく生まれてくる前の命死んでからの命永遠の命を救うことのできる法今だけの救いでは真実の 救いいではな一切の主張の救いと安心と永遠の安心喜びと希望になる法を一切の主張に示し伝えたいと考えたのであります釈尊は30歳で悟りを得て仏になり80歳で亡くなっていますから 仏としては50年間生きたことになりますその50年間で釈尊は8万4千もの経典を説いたと言われていますこの8万4千という数は人間のコロコロと移り変わる心の姿が8万4千地獄の命から仏の命まで8万4千の 心の瞬間瞬間によって私たちの命が成り立っているためにその心一つ一つに相対して8万4千の経典を説いたというふうに言われています仏教というと仏の教えというふうに書きますので仏が作った教えというふうに考えている方々が世の中にはたくさんいますけれども 仏は8万4千の経典の中で一つも私がこの法を作ったんだということは言っていません聖書コーランを信仰の中心に考えるイスラム教キリスト教ユダヤ教エホバの聖人等の人々はこの世の中自分たちの命は みんな神が作ったものである神が法を作ったんだということを聖書に書いてありますからそれを信じています天地創造の神というものが絶対者としての信仰の中心であるというふうに考えるわけであります日本の神道もいざなミイザナミのイザナギの御事が天に昇るときに 大海の水をすくって指の間から落ちた雫が北海道、本州、四国、九州、沖縄等々の島々の国土になったというこれまた天地創造の神というものが神道の中心に置かれているわけでありますしかし仏教経典では仏がこの世の中人間動物植物を作ったということは 一切言わないのでやります解かないのでやりますそう言うと仏より神の方が偉大だからだと考える人たちが世の中にはいます以前お寺へ訪ねてきたエホバの商人の方が「聖書は神が表した仏教経典は人間である釈,釈尊が表しただから神 聖書の方が優れているんだというふうに言い出してこの人たちは文字や言葉は人間が長い年月の中で作ってきたものだその人間が作った文字で聖書が書かれてあるということは神が作ったものではなく人間が作ったものを人間が神が作ったことにしておこうと作ったものであるということを 全く理解しようとしない人たちななんだなということをその時話し合った時に感じました言った者勝ちの道理も何もなくて平気信じたら一途で自分たちは正しく他の信仰をしている人々は全て間違い狂っているという考え方はその 教えの慈悲で救うというふうに言いながら人を差別し見下し暴力を振るっていると同じことになってしまっているのでありますですから神がこの世の中を作ったという考え方を中心にしていては永遠に世界に平和も幸せも 実現するどころか人々を分断し暴力戦争差別混乱の方向に必ず行ってしまうのであります今の世の中もそういう方向に向かっているわけであります仏教で説く法は人間がこの世の中に人間が現れる前から仏が現れる前から 永遠の過去から永遠の未来神のように神が作ったのだから始まりがあり終わりがあるということを否定し始まりもなければ終わりもない永遠であるということを説きますそれはそうですよね神が作った始まりがあるとすればその始まりの前はどうなっていたのかというふうに問いただせば ないからないんだというふうにキリスト教では言わなければいけないということになってしまいますそして人間や動物の進化も否定し人間は最初から今のような言葉や文字を持った人間だった社会だったというふうに主張するわけでありますがそれは科学的に考えて矛盾があります ですからキリスト教では人間や動物の進化というものを否定し認めず子どもに対しても学校で進化を教えられても本当は進化はないんだからというふうに家庭でまた教え直すわけであります仏教では道理にかなって解明されたことであれば全てを受け入れるという考え方で 科学、医学とぶつかり合って科学、科学、医学を否定するということはないのであります。ですから、エホバの商人のように、輸血を拒否するというようなことも、仏教の各宗派の中においてもないわけであります。例えば、現在の男性であって女性の心を持つ人、女性であって男性の心を持つ人というような、 ジェンダーの問題も現実をそのまま受け止め否定するとか差別するとかいう考え方を教えというものは仏教の経典の中にはないのでありますつまり仏は私が法を作ったなどと嘘をつかないで世の中の全ての命の存在に平等に 共通して貫かれている法を他の人に先んじて発見しその法を否定したり拒否したりしないでその法に逆らわないで法にかなった生き方をしたそのことを法を悟って仏になったというのでありますそして8万4千の教えによって示された道理は基本的な 小さな道理から例えば水を飲んで生きているとか空気を吸って生きているとかいうような道理から徐々に大きな道理人間の命人間の心に関係する道理へと教えが進んでいくわけでありますですから8万4千すべ全ての教えが一切の命に平等で一切の生命につながり 貫かれた方がそこに展開し示されているわけであります仏教とは仏が説いた教えという意味ではなく仏になる教えのことを仏教というふうに表現しているわけでありますつまり仏になる教え仏になるということが8万4千の経典すべての目標であり 目的ででああるるとということが言えるわけでありますつまり8万4千の教えの中で釈尊が出家する前から求め目指していたのは一切主情平等成仏の法を悟り仏となり一切主情に釈尊と同じように仏になってもらいたいというのが釈尊の願い目的であり 8万千ののの教えの最終目的なのでありますキリスト教のように、神に救われ、神の国、天国、ユートピアに行くことができるという、自分たちの命、心の外にすがる柱を持つのでなく、仏教は、自分の命、心の中にこそ、仏の命、 南う法蓮華経の柱が誰の命にももともと備わっているんだという教えが仏教の究極の最高の頂上の教えすべての命は平等であり一切の差別区別のないこれ以上ない無常の教えであるということを最終的に法華経の中において解き切られているわけであります。 この一切主情平等成仏とはどういうことかというと10月の日程表の一番最後の行のところに一切主情平等成仏とは実会後ぐ成仏上不協菩薩の24文字の生き方のことですというふうに書いておきました本来一切主情平等成仏の平等というものは仏教の用語には 入っていないなんですけれども私が長年ご信者さんに御所の話をしてきて一切衆生の一切衆生成仏の衆生というふうに言いますと本来仏教では衆生というのは人間だけでなく神羅万象すべての命植物も虫も水も土も光もそういうことを含めて衆生と。 いうふうふに仏教の経典では表現しているわけですけれどもどうも史上というと人間だけのように誤解している人が多いので私はあえて平等という言葉をその人間以外の命というものも皆さん方に意識してもらいたいと思って平等という言葉をそこに入れました。人間以外のの命全部のつながりを 皆さん方に意識しててもらいたいたと考えて一切主情平等成仏という表現を皆さん方にこの伝えてきましたこの一切主情平等成仏ということを説明するとちょっと難しいですけれども「根槃行」の第28の教文を受けて「根虹明教元気漢情の中で「 山陰仏性ということが説かれています。それは 1>, 1が正陰仏彰2が遠因仏彰3が両陰仏彰というふうに言ってこれが3つありますので三陰仏彰というふうにこの呼ばれていますでこの三陰仏彰まず一番のこの正陰仏彰というのはこの正陰仏彰が全ての人間人間以外の石でも雲でも すべての命は南病法蓮華経の仏性というものが基本的に平等に備わっているということを示されている言葉でありますどんなに極悪非道の殺人者であっても仏の命が備わっていない命は絶対にないまさしく一切主情平等成仏の資格を持っているということ その仏教の基本的な考え方が、この一番の、この松陰仏称ということに、この表現されています。しかし、どれだけ仏の命というものを持っていても、自分自身が持っていることに気づいていなければ、信じ,信じることがそのこ、その法を信じることができなければ、石とか植物のように、そういう存在であれば、 自分の意志として信じるということはできませんから、南明法蓮華経の方に縁をする、触れるということしか、触れさせてもらうということしか、そういう命というものはできないわけであります。で、そういうふうに、この南明法蓮華経の方に、この縁をして、そして初めて南明法蓮華経の仏の命というものに気づくことのできる、 そういう命というものを、この二番目の永遠因仏性というふうに、この示されているわけであります。ですから、今言ったように、どんだけこの南妙法蓮華経の法というものに縁をしても、この南妙法蓮華経の命というものに気づかないで、自分は無神論者であるとか、成仏を解いていない、 例えば、ナミアミラ仏とか、ナム大師遍章金剛とか、そういう成仏できない教えを、成仏できるというふうに思い込んで、そして信じている。そういう成仏できない法を信じて、南妙法蓮華経の法というものに対して、敵外心を持ってそれを信じるということができない。つまり、信ずるという縁。 釈伏されたいという縁南妙法蓮華経のお題目を唱えているそういうこの間接的であってもそれをその縁に触れるっていうことによって自分の心がどういうふうに作用していくのかそれを信ずる方向に自分が向かうのかそれから反発をしてそしてこの敵概心を持つような そういうい縁になっていってしまうのか縁というものは掴む人もいればそれを気づかない人もいればそれを話してしまって反発して逃げようとする人もその縁の中にはこの出てくるわけでありますそういうような縁によって信じる人信じない人つまり松陰仏彰に気づく人気づかないで通り過ぎてしまう人 もしくは憎む人縁の一番濃くて強い者が自ら信じてこの信仰の道に入って信仰学・釈に励む人であります縁の一番薄い者はこの世の中に生まれ一度も南明法蓮華経を空耳でも聞いたこともない風紋三坊明というふうに言いますけれども。 南明法蓮華経の法というものに生涯一回も縁することなくその自分の命というものがこの終えてってしまう。妙法、南明法蓮華経に反対をしてそしてそれに逆らう罪によって地獄に落ちる人間よりも救い難いこの南明法蓮華経の法に縁をするということができない人は 地獄に落ちるということもできない。地獄に落ちるということの方がまだこの南明法蓮華経に縁したということによって必ずそこに一条の光というものがそこに結ばれているんだということをこの法華経の中においては説かれています。縁によって南明法蓮華経の命に触れることができるわけですからその南明法蓮華経の縁がなければ どうすることもできないということ、そのことをこの法華経においてこの示されているわけであります。この1の正院仏教と2の遠院仏教が神事修行し学ぶという法華経の行者となれば3の良院仏教必ず仏になることができるということ、そのことをこの3番目はこの示されているわけであります。1の松仏は すべての命に平等ですけれども、2、3は信じない限り、平等に仏になることはできないということを、この示されているわけであります。一切主情平等成仏は、実戒五具成仏。ということは、実戒五具成仏、地獄界で苦しんでいる人にも、南病法蓮華経の仏の命があるんだと。 まさしく一切主情平等成仏は実戒後具の成仏なのであります。どんな命であっても必ず仏になる資格というものがあるんだということを示されているのがこの日蓮大聖人様の実戒後具の成仏ということであり私たちがおわんでいるところのご本尊様は実戒後具の本尊というふうにこの言われています。 つまり、このご本尊様の中は、きれい事だけじゃなくて、この南明法蓮華経に逆らったことのある命まで、このご本尊様の中には文字として書かれてあると。そういう命をも、真ん中の南明法蓮華経の方は、すべて仏に導くことができるんだということが、このご本尊様の中に表されているわけであります。そして、 われ深くなんじらう敬もうというのは全ての命に仏の命が備わっているからわれ深くなんじらう敬もうというふうにこの上不協菩薩の24文字の中においてこの示されていますあえて共慢せずというのは全ての命が平等であるだからもう南明法蓮華経の仏の命に気づいて 南妙法蓮華経の法を信じていても、あなた方より先に気づいて、先に信仰学釈伏をしていても、まだ気づいていない命を見下したり、気づいてから今日に至るまで平等なんだから、絶対に先輩ずらしたり、他人を見下したりしてはいけません。自分が 先に南妙法蓮華経の命に気づいたからといって気づいていない人を見下げるということはこれは間違った信仰者の姿なんだとだから私はあなた方に対して慢心を起こしたりあなた方を軽んじたりするということは絶対にしませんということをこの上不協菩薩はこの初めて出会った自分を 害する人たちに対してもその誓いの言葉というものをあえて共慢せずという言葉においてこの示されているわけであります。ゆえんはいかん何時な皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしということが結びの言葉ですけれども松陰仏彰を一番の松陰仏彰を二番の縁陰仏彰によって育み法華経の 行者として生きることによって必ず南妙法蓮華経の仏として成仏することができるということを示されている内容でありますゆえんはいかんなんじら皆な菩薩の道を行じてっていう菩薩の道ということは法華経に書いてあるということは南妙法蓮華経の法華経の行者として生きるということが菩薩の道であります ですから、菩薩はただの修行者という意味ですけれども南明法蓮華経の修行者として生きることによって必ず差別することをうべしということは南明法蓮華経の仏になるということができるんですよということを言っているわけであります。南南法法法蓮蓮華華経経ののを悟った仏仏は、南明法蓮華経の仏になれる 南明法蓮華経の仏にしかなれなれいわけであります南明法蓮華経の法を悟った者が南阿弥陀仏の仏にはなれないわけであります。ですから「南磁羅皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべし」という言葉は南明法蓮華経の道を行じてまさに南明法蓮華経の仏になるということができるんですよということを この示されているわけでありますどうか仏教の根本的な目的である一切主張平等成仏の法というものは釈尊は法華経まで説いたんですけれどもこのことを完成させるということはできないで終わってしまいました釈尊の責任は果たしましたけれども末法の主張には 法華経28本の長いお経では百尊が一番何を言いたかったのかということがわからないで終わってしまいました一連大聖人様は法華経を通して法華経の根本は南妙法蓮華経であるということを悟られ久遠願助本人名一年三千の法をご本尊様の正面に 南明法蓮華経と書き表し、法華経の行者として生き、上行菩薩の最短、上不協菩薩の後を継ぐ者として自覚を持ち、法華経の行者として生きる姿こそが仏であるということから、南明法蓮華経日蓮というふうに、ご本尊様の真ん中にこの示されているわけであります。日蓮は 南明法蓮華経のごとく生きた南明法蓮華経のごとく生きて南明法蓮華経の仏となるということはこういう生き方なんだということをこのご本尊様に私たちの手本として大聖人様が示されているわけでありますまさしく「我深く何じらう親もう」の24文字の経文通りに日蓮大聖人様の人生というものが なっているんだということが言えるわけであります何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしというこの言葉で示しているわけでありますどうか私たちの信仰の努力と目的は一切主乗平等成仏のためであるということを絶対に見失わないでいただくようお願いを申し上げて 本日のお話とさせていただくものであります。南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経